どうも、強化の失敗に慣れているわしです。ぶっちゃけやる気が失せていますが頑張って作ります。本日はチキンピラフです。チャーハンとの相違点ですが、ピラフはいわば炊き込みご飯のようなもので、生米の状態から作ります。つまり、すでに炊いてあるご飯で作るとチャーハンになっちゃいます。しかしピラフのレシピを検索すると、炊いたご飯で作ってるものもあるんですよね。なので今回は生米から作るレシピでやってみます。まあ、参考レシピはエビピラフなんですけどね。エビチリでお世話になったので鶏肉に置き換えています。調理方法も一緒で問題はないと思います。人参のみじん切りが少し上達したような気がしますがどうですか？前より細かくなってません。時間はめっちゃかかってますけども。玉ねぎの方はかなり慣れてきました。人参よりは簡単だからですかね。まあ人参の面倒くささが異常なんでしょう。マッシュルームは薄切りでいいそうです。ほんとみじん切りって労力が半端ないですね。鶏肉はこのままだと大きすぎるので小さく切ります。切った具材はすべてバターで炒めます。まずは鶏肉から。大体火が通ったら塩コショウを気持ち多めに入れます。そして一度取り出します。次は人参から順に野菜を炒めていきます。野菜がしんなりしたら生米を投入。そして調味料を加えてさらに炒めます。全体に馴染んだら釜に移し、水を入れて炊飯します。水は 350ml にしました。あまり入れすぎるとおかゆになってしまうので注意しましょう。白米炊き込みモードで炊きます。炊いてる間に前回の餃子で余った皮をカリカリに焼いてみました。こんな感じになりました。無事に炊き上がりました。それではいただきます。あ、うまい。ちょっと米が柔らかめですが、しっかり炊き上がってます。米の方は薄味ですが、鶏肉を濃いめに味付けしたことで釣り合いが取れています。今回は大満足の出来栄えでした。米は2合にしてましたが、炊き上がった時は3合分までかさが増えてたので明日の分も確保できました。これ欲張って3合で炊いていたらやばかったですね。では今回はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました。